みんな、こんにちは。みんなにプレゼントを持ってきたの。プレゼント？一体何もふた？プレゼントは、この袋の中に入ってるよ。みんな、この袋開けてみてね。じゃあ、リカちゃんはお出かけするから、これで、バイバーイ。袋の中には一体何が入ってるのかな？この袋には、あ、キュアマジカルとモフルンが書いてある。あとはプリキュアプリティストアって書いてあるよ。プリティストアのおもちゃかな。よし、袋を開けてみよう。リカちゃんは何を持ってきてくれたのかな？うわキラキラシール、貼り絵&塗り絵だって。キュアミラクルとキュアマジカルの絵が描かれた、この紙に、このキラキラのシールを貼っていくんだ。面白そう。よし、早速みんなで遊んでみるモフ。袋を開けてみるよ。袋の中にはキュアミラクルとキュアマジカルのイラストが描かれた塗り絵と貼り絵があったよ。よし、この塗り絵、貼り絵に挑戦してみるよ。まずはたくさんのクレヨンを用意して塗り絵スタート。これはこの色で塗ってこうっと。こっちのハートは赤にしよっと。中の方だけ赤にして、周りはピンク。これは青。こっちはこの色にしようかな。はい、塗り絵が完成。今度はこのシールやこのシールを貼っていくよ。この四角が書いてある部分、点点点で四角が書いてあるね。この部分にはこのピンク色のこのシールか、こっちの紫色のよいしょ、このシールを貼っていくよ。どこにどのシール貼ろうかな。このダイヤの部分にはピンク色のシールをペタッ。わあ、綺麗。その下には紫色のシールをペタッ。キュアミラクルのお洋服の部分にも四角がいっぱいあるから、ペタペタ貼っていくよ。うわぁ、見て見て、とっても綺麗に貼れたよ。あ、この部分にも丸いシールを貼っていくみたい。よし、この丸いシールを貼っちゃうよ。ここにはオレンジがいっかな。あ、綺麗。ここにはこのピンク色でしょ。うん、いい感じ。それでこっちには青のシールを貼ってみるよ。うわー、きれい。
キラキラして宝石みたい。今度はキュアマジカルのお洋服。この四角の部分にはこの紫色のシールを貼っていこう。よいしょ、よいしょと。じゃーん、とってもキラキラした綺麗なお洋服。あとはここにもシールを貼って。ペタ。ペタ、ペタと。やったー！プリキュアの塗り絵&貼り絵の出来上がり！キュアミラクルとキュアマジカルがキラキラでとても綺麗だね。今度はキュアミラクルの塗り絵と貼り絵に挑戦。まずはハートの部分を塗り塗りしていくよ。塗り塗り。塗り塗りと。塗り絵ができたら、さっきと同じようにキラキラのシールを貼っていくよ。お洋服にペタペタ。ペタペタ。ここにもペタッと。キュアミラクルの洋服がキラキラに大変身。あとはこの部分にこのシールを貼っていくよ。何色にしようかな。ここは赤かな。ちょっとこっちはこの色。青は青の部分で、ここはこれっと。うん、素敵。あ、ここのリボンの真ん中にもいいよ、いいしょと。うん、いい感じ。次はハートの部分だね。ここには紫色のシール貼ってこっかな。ペタペタと。で、こっちにも紫、紫、紫に、他はピンク、ピンクと。あと真ん中はこのオレンジ色にしちゃおうと。あとシールを貼る部分は、あ、この辺に。帽子の部分に四角の線に、イヤリングの部分に丸の線、それからハートの部分に丸の線があるよ。よし、シールを貼ってこう。帽子の部分はピンクがいいよね。よいしょ。こっちもペタッと。そして丸は、お耳はピンクかな。うん、かわいい。こっちも、あ、かわいいね。ハートは青。
よいしょと。うん、綺麗。あ、あとはこの部分にもシールを貼っていくよ。やったー！キュアミラクルの塗り絵貼り絵完成！キラキラでとっても綺麗に仕上がったよ。みんなも塗り絵&貼り絵でペタペタキラキラ遊んじゃおう。キュアップ、またと！アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。